もしもし、トータン。何この歌。カメニン、トータス。トータス、トータス。カメニン一族に伝わる古い歌っす。カメのダークな呪いを込めた歌っすが、本当に子に暮らしい奴らが来たっすね。は？意味わかんないんだけど。すぐにわかるっすよ。いいダークさっすよね。あ、あんた、ホワイトカメに？なんか、やさぐれたな。あんたらのおかげっす。そうなの？だからお前も、にしめるっす！にしめる？なぜそのような？ライフセットだけじゃないっす。あんたもにしめるっす。ろくろもアイゼンもマギルーもにしめるっす。亀だけに首が回らなくなったんすよ。あんたらにねぎられまくったせいで。そして、借金の肩にすっぽん屋に売り飛ばされたっす。丁寧な仕事で下ごしらえされ、大人のご馳走として仕上げられかかったっす。もう一度言うわよ。意味わかんない。取り戻したいっす。ホワイトだった清らかな心。だが、すっかり醤油味が染み込んでしまったオイラは、いや俺はもう、ダークカメニン！お前らのせいで、それができないんす！これは、秘伝の醤油ダレに使って、手に入れた黒さっす！まさか黒くなったのって、醤油で煮しめられたせい！そう！俺は未来のお前たちっす！今から全員まとめて、煮しめるっす！この距離なら外しません。ゼロの方吐く。ゼロの方防御ゼロ。天に届け。よろしく。ケメバック。そこっせ。そうちゅう力量が捉えられない。ファンが弱い。そこっせ。防御ゼロ。力量が邪魔する。かげつまる。天月に向かって天に防御ゼロ。防御ゼロ。しまった。防御ゼロ。Go, go, go!
でね、待ったベルベット、しょっからいものを一気食いすると血圧が上がるぞよ。見るからに体に悪そうな色ですしね。うどんで言えばイーストガンド風だな。言われなくても食べないわよ。イーストガンド育ちだから濃い味付けには慣れてるけど。貴様らに何がわかるすか。しっかり味が染みていながら塩分は控えめっす。しかもコラーゲンたっぷりで美容にもおすすめっすよ。自慢してどうするのよ。俺だって言いたくないっす。けどこんなに煮しめられてはもう立派なお鍋の具として生きていくしかないじゃないっすか。任すなよ、ベルベット。私のせい？そんなことないにゃ。ダークカメニンさん、どうかやけにならないでほしいのにゃ。諦めなければ、きっと希望という名の明日が来るのにゃから。同情されると余計からか、いや、辛くなるっす。そんな時は、猫人の里名物、にゃばくらにゃ。あたしたちと飲んで騒いで汚れちまった心を洗濯できる極楽無双のお店にゃ。できるんすか。ダークに染まっちまった俺が洗濯なんて。
できるかできないじゃないにゃ。やるかやらないかにゃ。ヤバクラはそんなやる気に満ちた2000歳以上の大人の社交場なのにゃ。じゃあダメっす。俺はまだ999歳の若造っすから。そこは亀だけどサバを読めばいいのにゃ。細かいことを気にしないのがニャバクラを、いや人生を豊かにするコツなのにゃ。そのコツを知る大人は心的には9999歳くらいと言い切っていいはずにゃ。ああ、なんだか昔のように前向きに生きる勇気が湧いてきたっす。ちょっとだけ言ってみるっす。心を選択するっす。はいにゃ。ダークカメニ様を1名ご案内。ボトルもフルーツもガンガン入れちゃおうにゃ。ニャバクラって何？何？エレノア。私に聞かれても。妙に楽しそうだ。俺たちも行ってみるか。やめておけ。底なしという話だぞ。はあ、結局全然意味わからなかった。というか意味なんてなさそうだけど。いやいや、何事にも因果はあるぞよ。あやつの選択がどういう結果をもたらすかまではわからんがの。